9-to-5, let me see you work. Like a 9-to-5, let me see you work. Work that, work that. Like a 9-to-5, show me how to work, work. Feels so good, I've been working it out. Now let the haters try to talk, I've been drowning them out. Go ahead, get the work, then ride out. Hit me with the low fee, I need a higher amount. Get it one more time, 365. This throwback hit for the 9-9. Knees to your thighs, reach for the sky. Ain't no PTO time, I'm trying to work, 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 work.皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップしていきましょう。この動画はワンプーというキッズヒップホップの振り付け解説動画となっています。全体の構成カウント表はこちらです。今回は B パートの前半部分の振り付けです。ダンスステップを踏んでいる時に足がもつれるな、軽やかさがないなと思うことありませんか？右へ左へ、前へ後ろへ、ステップに追われて体重移動やリズムコントロールができていない、そんなこともあると思います。本動画のパートでは大幅な体重移動しなくても大きなステップを見せられる、そんな振り付けになっています。今回大事にしたいのは軸の位置と足上げです。キッズのうちは体の軸が左右に大きく揺れると、その分ステップが弱くなってしまう傾向がありますので、軸の位置をあまり動かさずに上から下へと下ろして足を踏むことを重点に置き、ステップに軽さが出るようにします。関連動画としてワンツーのショート動画の方もあります。細かい部分をブラッシュアップしているちょこっとネタという動画も参考になると思います。振り付け解説動画は順次公開していきます。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスを様々な角度から楽しむコンテンツをお届けしています。チャンネル登録、グッドボタン、お見逃しのないように通知ボタンも押していただけたら幸いです。曲が速くなればなるほど足上げは大変になりますが、リズム感も出てとてもいいトレーニングになります。最初は筋肉痛覚悟でいっぱい足上げ頑張りましょう。 5、6、7、レッツゴー。
Like an honest sign, let me show you work. Work that, work that. Like an honest sign, show me how you work, work. Feels so good, I've been working it out. Now let the haters try to talk, I've been drowning them out. Go ahead, get the work, then ride out. Hit me with the low fee, I need a higher amount. Get it one more time, 365. This throwback here for the 99. Knees to your thighs, reach for the sky. Ain't no PTO time, I'm just trying to get the work, 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 work. みなさんお疲れ様でした。ワンツーの B パート前半部分の振り付けいかがだったでしょうか。最初はゆっくりな曲で足上げの位置を確認してみてください。そしてステップは足音が鳴るくらいはっきりと練習をしましょう。台はショーを兼ねるということを意識して取り組んでください。それでは簡単に振り付けのポイントを整理していきましょう。体の軸を大幅に動かさず足を大きく踏むことを重視、足上げ5方向の基礎を大事にする、ランニングマンの足がもつれないように、必要な筋力をつけながら曲の速さに慣れる。関連動画としてワンツーのショート動画もあります。細かい部分をブラッシュアップしているちょこっとネタという動画も参考になると思います。振付解説動画も完成まで順次公開していきますので、作品に興味を持ってくださった方、ぜひ一緒にトライしてください。その他振付で利用している関連テクニックのレクチャー動画もありますので、細かい部分のブラッシュアップにお役立ていただけると思います。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では皆様がエナジーあふれるダンスライフを過ごせるよう、そして少しでもハッピーにつながっていけるように動画を作っていきます。チャンネル登録、グッドボタン、頻度高く更新もしていますので通知ボタンも押していただけたら嬉しいです。いつもご視聴いただいている皆様本当にありがとうございます。振付期間が終わりブラッシュアップ期間になると、私はよくダンサーたちの上半身と下半身を分けてみたりします。一見うまく踊れているように見えても、どちらかだけを重視してみるとまだまだ上手くなるぞという発見が見つかります。果たして足だけでリズムが取れているのか、足だけを見た時に正しいポジションになっているのか、見逃しがちな部分に気がついて踊りを磨いていけます。ぜひ踊っている皆さんも自分の踊り、足だけで踊る練習だったり、逆に上半身だけで踊る練習もしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。